いやー、まだカクカクしてるかもな。やっぱ熱がすごい、熱が。いや、ずっとこれ休憩してたわし、出口のところでさ、この 若草山の出口でずっと休憩してたわ。ああ、だいぶこたえますね。アイス食いたいわ。もうなんか店全部終わっちゃったしさ、もう鹿せんべいも売ってないんじゃないの？鹿はたくさんいるけどね、さっきから。どこかしこに鹿おるけど。まだ奈良にいますわ。いや、今日奈良から出ないですよ。今日は奈良から出ない、今日は。よいしょ。あ、なんかものすごい速さでかけてった。なんで？避けられてんの、私。じゃあ、あとはもう案内表示見ながら適当に見ようと。適当に見ながら奈良駅の方に向かいますか。金剛山って何？いや、もう足山登んないよ、今日は。日陰を求めてですね、私は。日陰の方に行きたい、早く。富山並みに田舎？でも奈良県の方が人口多いらしいよ。人口30万ぐらい多いらしいですよ。奈良は人口140万だってさ。富山108万だけど。よいしょ。はあ。この道行ったらどこ着くのかな？え？奈良に住むわけじゃないけど、まっすぐ行ったらどこ着くんだろう。とにかく案内板があるとこまで行こうと。ああ、ちょっとコンビニかさ、どっか100円ショップに行きたいね、わしね。100円ショップに行って、延長コード買いたいんですよ。ネットカフェ行って、もし電源が1個しかなかったら困るからさ。100円ショップに売ってないの、延長コードみたいなやつって。耳を食べてるぞ。耳を食べ合ってるね。こういうのもあるんですか、こういうスキンシップも。耳を食べ合ってるけど、どういうやつなの、これ。どういう状態なの。テーブルタップってやつ、まあ、三角のやつでもいいけど、電気屋行った方が早いかな、ホームセンターの方がいいかな。何やってんの、これ。いいな、奈良県ってさ。だってここタダでしょ、入場料。入場料タダでさ、毎日さ、鹿配信できるんだよね。いいよね。動物タグでさ。上信ある？近くに。あらららら。ペットボトルが。ペットボトルが落っこちた。よいしょ。まあ、富山無料でペンギン配信できるけどさ。でもあれ、固定アングルになっちゃうね、どうしてもね。仕掛けってんじゃない、今。空きのペットボトルがカランコロンってね、落ちてったんです。ちょっと一回 GPS 切るわ。もう電池の消費が激しい。ゴミ拾いましたよ、ちゃんと。もうどこにも売ってないかな、せんべいは。今 GPS 切ったわ。電池がどんどん減っていく。電池がどんどん減っていくから。いや、わし朝から何も食べてないわ。何か食べないといけない。でも、もう出店とか終わってそう。あそこに豆腐アイスって書いてあるけど、もう終わってるだろうな。高岡の動物園無料だった、そういえば。あ、もうあそこの自販機のアイス買おうかな。もう出店やってないっしょ。駅近くの公園ならまだ売ってるか。疲れたわ。どっち行った方がいいの、これ。下降りてた方がいいのかな。こっちにも鹿いるけど。あ、GPS ついてる。というか、電池減りっぱなしだね。まずいな、これ。電池減りっぱなしだな。途中で切れるな、これ。あそこに地図あるわ。いや、電池牛もクソもさ、充電ケーブルつけながら充電してんのに電池減ったらもう、どうしようもないよね。現在地ここで、あ、まっすぐ行った、東大寺だって。
まっすぐ行ったら東大寺がある、法華堂、二月堂とか念仏堂、鏡池、とりあえず東大寺向かうか。南大門は後でいいや。とりあえず東大寺行こう。まあ閉まってる気がするけど、わかんない、24時間やってんのかな。あのアイス食べたかった、豆腐アイス、あの豆腐アイス食べたかったな。350円の、全部5時で閉まりなんだろうな、奈良の大仏ね。これ食べたかったですね。日本酒もね、どうせわし今日車運転するわけじゃないから食べてよかったんだけど。下っていったらまだやってるとこあるかな。ジンギスカンも食べたいけど、もう何でも食べられそう。今銀杏とかアスパラ以外だったら何でも食えそうですけどね。いや日陰はいいね。いや運転するのってそりゃ車掌、車掌っていうの、神戸牛は関係ないね。あ、ここバスも走ってんだ。このなんかぐるっとバスって書いてある。東大寺どっち、こっち、こっちかな。でもなんか人が歩きそうな、こっち行こう。車道は危ない、伊豆もダメだよ。 あそこの店まだやってるね。鹿せんべいまだ買えるのかな。鹿せんべい買ってみようかな、もう一回。さっきカクカクだったらしいし、よいしょ、まだ買えるのかな鹿せんべい。聞いてみようか、まだやってるけ。すいません、鹿せんべいちゃんまだ買って、はいはい、買っていいですか。一つ一つで、はい、それがいいね。150円、はい、はい、どうも、はい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 、おっとっとっと、やんさが、よし。これまた持ってるとね、大変なことになるから、ちょ今のうちにちゃんと開けといてですね、先に開けてですね。もう鹿のために300円も費やしちゃってるけど、足は先にこれを開けとかないと、開ける前に鹿が来ると大変なんだよ。じゃあ、いや、1個150円なんだよ。それをわし2回買ってるから合計で300円。よかったよかった、まだ開いてる店があって。でもなんか匂いはね、美味しそうな匂いはするね。ちょっと1個食べてみよう。これ人間食べても別にいいんでしょ、これ人間が食べても別に害はないんでしょ、これいい。だって美味しそうな香りするんだもん。いただきます。玄米みたいな味がする。玄米みたいな、なんかよくわからん。健康的な味だった。体にいいと思うよ。だからしかいないな。でもまあ別にまずくはないね。前あのわしはあのキャットフード食ったらめちゃくちゃまずかったけど、あれと比べたらもう全然違いますね。米ぬかを使ってるんなら玄米の味するわな。米ぬかだったら玄米の味してもおかしくない。でもなんか、ね、香りはねめちゃくちゃ美味しそうなんだよね。なんかあの甘い香りがするんだもん、だって。うん、美味しそうな香りはしてたんだけどね、鹿いなくなっちゃった。
まっすぐ行くと東大寺二月堂。二月堂見てくる？正面だけでも見に行くか。二月堂。何？このって何？二月堂って知ってる？猫はこれ食べたらダメなの？猫のキャットフードはなんかもう、あれだったね。金魚の餌みたいな香りだった。何これ？これあれ歴史的なやつじゃないの？これ歴史的な立ち物じゃないの？この立ち物。これ知ってる？鹿が全然いなくなっちゃった。鹿が空気読んで出てこなくなっちゃったかもしれない。説明、眩しい。説明書きがないな。正倉院みたいなやつじゃん、これ。見た目正倉院じゃん。百葉箱なわけないだろ、これ。名前が何もない。これ名もなき、なんか、正倉院もどきみたいな。あぜくら作りのさ。バイク先輩が来た。あぜくら作りだね。うん。これが何？これが二月堂ってやつなの？もう閉まってるけど。これのことなんですかね。向こうかな。よくわかんないね、わしには。人ん家なの、あれ。まあ、人ん家には間違いないだろうけど。あそこにも地図あるじゃん。さすがに中はね、撮影 NG っぽいからやめとくけど。今いるのが、どこ？あれ？現在地ここ？え？あ、これ違うじゃん。あ、これ、手向山八幡宮宝庫だったんだ、今のやつ。あぜくら作りのやつ。で、さっき見たのが、手向山八幡宮。手向山八幡宮。で、まっすぐ行ったら二月堂と法華堂があるって。あ、あれが？違う、あれは、これもね、宝物が眠ってるやつね。また正倉院もどき。まあ、正倉院自体もあれだって、あれでしょ？宝物祀ってんでしょ？正倉院が多いんじゃないよ、これ。反射もダメだよ、メッセンジャー骨折したら。ローテーションめちゃくちゃだよ。藤波は二軍にいるしさ、秋山もなんかいないしさ、小野もダメだし、誰が残ってんの？岩田ぐらいしかいないじゃん、今。これ、法華堂。これは法華堂です。奈良公園なら行きたいけど仕事で疲れた。わし仕事も、今日仕事してないのに、めちゃくちゃ疲れた。まさかあんなに暑いとはね。法華堂ですね。三月堂だってこれ。二月堂に対しての三月堂。国宝ですよ、これ。すごいね、もう、そこかしこに国宝が散らばってるってすごくないですか。世界遺産すら散らばってるし。富山県なんて国宝1個しかないのにさ。ねえ。国宝法華堂、東大寺最古の建物である。なるほど、東大寺最古の建物だって。これ三種の珍奇って何ですか。入り口はこじられるけど、もう閉門しちゃってるね。これ5時半閉門って書いてある。もう終わってるわ。青柳もいたね。そういえば眩しい。眩しくてなんか花が咲いてるよ。東大寺のもう中に、境内には入ってんのかな。東大寺境内、あそこに二月堂っていうのがあるね。わしは人間国宝になれませんよ。いやもうすごいね、これ。道を歩けば国宝に当たるみたいな感じになってるよ、これ。うわ、でかいな、あれ。何これ、でっか。いや、閉店ガラガラのがいいでしょ。あれ四月堂って書いてある、あそこに。あれが四月堂ね。今のさっき法華堂は三月堂で、今のが四月堂で、これが二月堂ね。二月堂です。せんべいずっと持ってんだけど、これ鹿がいないからさ。鹿どこ行ったの？さっきまで大量にいたのにさ、わしが買った途端にスッといなくなっちゃってさ、手、汗で、あ、いた、鹿がいた。ちょっと待って、1枚ずつ。早く行かないと。あ、
いきなりこっちを向いた。さあ来るぞ来るぞ。二月堂のね鹿がいますけど、ほら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 、こっちだよこっち、あれこっちこっち、あれあれあれ、おかしいな。ほらほらほら、さっきめちゃくちゃ来たのにさ、天理教のさ指定のさ軒先に入ってしまうほどものすごい勢いでさやってきたのにさ、わしが食った後だからいらないのかな、わしの食いかけだから。でかいなこれ、作りがすごいねこれ、下の作りがこう山沿いだというのにね、だいたいなんか寺って山沿いに立ってるイメージだけど、二月堂以上、ちょ東大寺行こうっと、東大寺行こう。じゃ寺バトルの寺じゃないよ。これ何？これは今度。これは三月堂？え、これは何月堂？絵馬がかけられてるね、東大寺。何台も見てる、何台も。でも足も食ったけどさ、味がしない。こんな味しないのよく食べるね。あ、本当はこっからこの階段登って二月堂に行かなきゃいけないのか。わし楽しちゃったけど、うん、東大寺の営業時間がもう多分閉まる。でもみんな登ってってるからまだやってんじゃない。二月堂は閉まっちゃったけど、あの法華堂は閉まっちゃったけどさ。よいしょ。ちょっとやっぱこの辺はあの舗装されてて鹿も来づらいんじゃない。何今晩どうって、ウルフルズの曲にそんなのあったよね。あ、有名な道じゃないですかこれ。さあ左大仏殿堂って書いてある。いや眩しいわこれ、西日がもう眩しくてコメントが。日陰の方歩こうと思った。この辺歩けばいける。石畳って感じ。こう降りれば東大寺があるの。ナラリス来ないですね。奈良公園だからアクセスは非常にいいけど、来ないところ見るとマジでわしの放送には奈良県のリスナーがいないというね。今夜どう、ここまでは OK っていう歌があったね、うん。絶望少女ちゃんしかね、わからないネタなんだけど、人が全くいないな。いいとこなんだけどな。公民館でこの距離大モニターでやれてます、この放送ね。あのパブリックビューイングしてくれてください、ぜひとも。あら日陰がない、弱ったこれ。時間的に人がいないんだ、よかった。じゃあこの時間で東大寺どこ、ところで、あ、あのでかいやつかな。これ人んちっぽいよ、これ表札があるから。東大寺の境内に民家があるっていう、ね、Google Earth で監視されております。あ、田んぼがありますよこのところに。急になんか水田がこれと作られてない。何これ、なぜ急に水田が現れたんだ。あ、いやこんなお盆だというのに、山の日だというのにね、あの何、山の日なのにさ、あの若草山も全然人いなかったもんね。人よりも鹿の方が多い状態だったから、うん、二毛作してんのここで。二毛作ってことは何、二毛作だからなんか別のもの作んなきゃいけない、うん、別のもの同時に作んなきゃいけない。でどこ、東大寺、東大寺まだ夕方の奈良がいいですか。まあ、だいぶ涼しくはなったね、日が陰ってきて。
ただどこも空いてないんだけど、寺系がどこもね、あのクローズになってますけども、まあ私としては別に中映せないから、どうせ東大寺は大仏が張り付いてでかい建物、現在地、あ、もう少しで東大寺だね、大仏殿。どっちから行ったらいいの、 こっちから行って曲がった方がいいのかな。あ、あのでかいやつだな、あの奥に見える、え、GPS 切ってない？これ地元民だ今の。なんか至る所にさ、この先住居がありますのでお気をつけくださいとか書いてあるんで、車が通りますっつってさ、マジで東大寺のこの境内に住むってどういう感覚なんでしょうかね、うん、東大寺有料なんですか、中入るの。じゃあみんないっか。わしさ、あの今日の朝からさ、ね、今日の 朝ごはん食ってから今まで食ったものがこの鹿せんべいなんだよ。鹿せんべい一かけしか食ってないから、じゃあ民家に不法侵入するつもりはさらさらないけど、あ、ここは何、ここ駐車場なのかな、ここはもともと東大寺の駐車場かな。あ、違った、これ契約者月決め駐車場かな。いや、飯食べたいんだけど食べる時間がまるでないんだよね。 あそこに鹿たくさんいるじゃん、さあそこの広場に。やっぱり緑が多いと鹿も増えますね。緑が多いと鹿が歩いてきた、あっちから。あの鹿も私の方を迫ってきそうな雰囲気はあるよね。いや、と誰も来てないですよ今のところ。え、嘘でしょ、え、なんでなんで、え、なんでなんで避けたの、ちょっと、え、さっきと対応が全然違うじゃん。何子供と一緒にさ、お食うのか食うのか、はいはい、どうぞ。めっちゃ警戒してるね。一枚でもういいみたいな、うん、いいですみたいな。ね、あ、子連れだからっていうのもあんのかな。お、奈良公園の鹿の多くは人に慣れていますが、あくまで野生動物です。時として人を攻撃することがありますので、特にご高齢の方や小さなお子様連れは注意してください。噛む、叩く、突く、突進、死んでるでしょこの人、もうこのおばあちゃん死んだでしょこれ、絶対これ腰いってるよね。突くも、お前これ失明してるじゃんこの幼女がさ、これを何見越して入ってくださいみたいな。そういうことかな。あ、東大寺行きますか。東大寺方面、自己責任でね。あ、高齢に限ったことじゃないですね。あんなでっかい角でさ、疲れたらもうひとたまりもないとは思いますけども。いや、鹿の角もビンビンでしたよ。ビンビンにもう尖ってましたね、うん、吉立してた。釣りができる、これ多分めちゃくちゃ浅いと思うよこのお堀みたいなやつ。いや本当に尖ってたもん、うん、これ川じゃなくて何、ため池、ため池、ため池。ふう、暑いけどまだマシかな。あれ、正倉院こっちって書いてあるぜ。あれ、正倉院こっちにあんの。なになになに、
大仏殿、正倉院、どっち？二月堂はもう見たんだけど、正倉院あった？さっき。延長多分できないよ。チケットがないんだもん。うん。だからワクワクさんになっちゃうかな。ちょっととりあえず東大寺の大仏どこまで行きますか。いや、エクステンドンのせいじゃないと思うよ。単にチケットがないだけだと思う。あ、正倉院っていろいろあるの。なんかよくあの教科書に載ってる正倉院とはまた別なの。何が近い？正倉院から近い？夜勤行ってきてください、ぜひとも。夜勤の方は。てかさ、わしのさ、情報によるとさ、私の情報によると今日はろうそく大会があるって話なんだけど、何あのでっかい棒、あの光沢のある棒は何何ですかあれ。え、金ピカ。ちょっとどこかしこにわけのわからんオブジェが。盗まないよ。どうやって盗むんだよあんなの。あ、鯉が泳いでるね。こんな汚い川だけど鯉が泳いでる。もう砂煙が立ってる。あれが正倉院なの。これ大仏見てくるか。歩道が綺麗ですか。あ、でも結構人いるな、こっちの方に行くと。この池はなんだ、有名な池かな。みんなポケモン GO してんのこれ。ありえるね。そんなお盆にもなってみんなポケモン GO かいな。水爆取ります。いや汚いってさ、濁り湯で判断しましたけど。でこの明かりが全部つくんじゃないかなと思うんだけど、 6時ぐらいになったら、次枠ぐらいになったらこの明かりが全部ついて夜になっていい感じになるんじゃないかというね、私の予想です。え、19時からなの。まだまだじゃん。1時間あんの。まだまだだね。そしたら1時間もあるのか。みんな鹿と戯れてるわ。みんな鹿と戯れてます。だいぶ人が増えてきた。あ、つかもう入れないじゃん。大仏終わったわ。あれでも違う。あ、これ13日か。今日11だもんね。夜間の配管はなしか。いいや、大仏は。わし、これじゃないわ。なんだっけ、あの、ライトアップ。あ、南大門見てくる、とりあえず。南大門のさ、あの、あれ見てこよう。南大門。明日まで、お休みです。外国人ばっかりだな、これ。日本人を探すのが難しい。じゃあ次枠行きたいと思います、うん、中岡大仏見たからいいんだよ。南大門だけ見てこよっと。日本人はもう一回来てるだろうからね、うん、新しく来るということはないでしょう、ね、東屋会には屋台も出るって言ってる。じゃあそこで何か食べよう。奈良名物の。そう、垂れ流してる。終わります。